ヒックスビル駅とはニューヨーク州ヒックスビルにあるロングアイランド鉄道の本線の駅である。平日、週末の乗客数の総計によるとジャマイカの東側では最も多忙な駅である。2011年5月現在、この駅には平日133本の列車が停車する。ポートジェファーソン支線のほとんどの列車はヒックスビル駅に停車し、また、 ロンコンコマ支線の全列車はこの駅を通るが数本は停車しない。さらに、モントーク支線経由の3本の列車は毎日ここに停車する。マンハッタンのペンシルベニア駅までの走行時間は、列車が各駅停車であるか、急行列車であるかによって40分から50分である。この駅は、ニューブリッジロードとウェストバークレーストリートとの交差点にある。 島式ホーム2面と2線を有する。車椅子利用下であり、地上からどちらのプラットホームへも行けるエレベーターが設置されている。駅地上部では、ナッソーインターカウンティエクスプレス11路線と2つのタクシーサービスが利用可能である。島式ホーム2面と3線を有し、両プラットホームに挟まれた2番線は、どちらのプラットホームからも利用可能である。通常、 プラットフォーム A は西行き列車が、プラットフォーム B は東行き列車が使用する。プラットフォーム A の北側にある1番線は、大抵ヒックスビルを、始発、終着とする列車が使用し、時事貨物列車が使用する。2番線は、プラットフォーム A 及びプラットフォーム B に挟まれており、この線路に停車する列車は、両側のドアが開く。2番線は通常ペンステーション、アトランティックターミナル、または、 その他のニューヨークのターミナルへ向かう、西行き列車が使用する。3番線は、数本の西行き列車も停車する平日の朝を除き、通常東行き列車が使用する。ポートジェファーソン駅へ向かうポートジェファーソン支線は、この駅のすぐ東、ブロードウェイの上に架か,かる橋の東側にあるディバイド、信号上で本線から分岐する。ポートジェファーソン支線は北東に方向を変え、 本線はロンコンコマ及びグリーンポートに向けて南東に方向を変える。本線にはモントーク支線へ向かう途中にバビロン駅方面への通勤車を乗せて走るセントラル支線行きの列車も走る。ヒックスビル駅の最初の駅は1837年3月1日にエライダブリュファーの一時的な終着駅として開業した。村落及び駅はどちらも 一時的にエライダブリハーの社長を務めたこともある。廃止論者の説教師の孫である、バレンタイン・ヒックスによって設立された。路線は1837年の強行から始まった、不況が原因で、予定より遅れて1841年にファーミングデールまで延伸した。1854年には、駅に後にエライダブリハーのポートジェファーソン支線となる。 ヒックスビルシオセット鉄道として知られる路線が乗り入れた。10年後の1864年7月15日、最初の駅が消失した。2番目の駅は1873年9月に開業し、1909年にはプライベートロケーションへ移転された。3番目の駅は1909年10月30日に開業し、 現在の高架構造物が建設中だったので1962年11月に取り壊された。高架駅は1964年9月12日に開業し1970年10月に電化された。駅は2014年の初め頃に始まるフルリノベーションを受ける予定である。改修工事の計画には駅のプラットフォーム、エスカレーター、待合室、 照明の交換が含まれる。工事は2017年まで続くと推定される。ウィキメディアコモンズには、ヒックスビル歴に関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。